絶対ウォールマーケットから来たでしょ。今のうちだ。はい、これはねウォールマーケットで再開するな。クラウドをどうしてソルジャーやめたの？いきなりだな。言いたくないならいいけど、ソルジャーの時仲のいい人とかいた？いや、いなかった。そっか。いたにはいたろう。なんか違うゴロつきそうな人たちが。お前らちょうどいい。こいつの腕試しだ。待って、毒試したい。毒試したい。機械になんか効かないよな。あ、効いたかな。あー、あかん。こいつにはサンダーだ。あー、あ、当てれなかった。待て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 。クラウド。こいつお前毒食らってんだろ。よし。両腕か。まあ本体でいい。よし、危ない。よし、エアリスの方を向いてる間に、よし、エアリスには自己回復してもらおう。そっちは任せる。頑張るね。おっと、危ない。よし、あ、今度のゴロツキさんは消えた。でまたしてもアームがあって、そこにマーテリアがある。はしごが上に。私下行くね。クラウド、アームの操作お願い。あ、アームが2つある。はいはい、黄色の線の内側で積み下ろし作業してね。はい、いいからマテリアだ。まずエアリスを上の方に上げなければならないから、ここに下ろすか一回。で、おっと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 、おっとっとっと、こっちだ、こっちでエアリスはいた。あ、待てよ。あの黄色い線のところに、マテリアの近くの黄色い線のところにコンテナを載せるならば、エアリスをどこで降ろす？あらら、これは、あ、分かった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 。こうして、でアームを切り替えたい。でこうして地道な作業だ。こっち曲がるね。あれ、待てよ。曲がるけどダメだからそのコンテナをマテリアの近くのところの線に置くんだ。よし。あ、これこのアーム結構曲がるし上下もできるからこのまんまエアリス乗っけちゃえばいいな。あっ、よし。ん、範囲化？どう？これは全体化の類だといいな。で、ああ、エアリスは地上に降ろしてやらんと。で、このコンテナは、ああ、どっちみちどかした方がいいな。ちょっとエアリスそこにいるとコンテナに潰されるな。コンテナを積み上げよう。ああ、そっか。ああ、そっかそっかそっか。完全に理解した。こうしてで、あとはエアリスをあのはしごの上に連れてけばいいだけかな。一旦このコンテナの上に乗せてあげるか。現場クラウド、これでよし。ありがとう。今はしごを下ろすね。よし。で、あー、なんだ。範囲が広くなるんだ。あー、ただし範囲化すると、基本効果減少率が高いんだ。ボス戦は大体一人だからな、敵。育てたいマテリアがいくらでもあるんだよな。また今度にしよう。あとアイテムはないね。ないね。何の話だ。ごめん。すねんなよおっと、そこのカップル。ここを通りたかった。着ぐるみ置いていきな。私の出番。それ近づくと絶対あ、盗むなバカ野郎。取り返した。おお、待て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 。あ、待て。あ、ほら、出口。金だけ盗まれた。今のはバーストスラッシュでつくべきだった。公園が見える。公園までの道のりってこんなに険しかったか。あ、そっか。近道？これが全然近道だったようには見えないけど、近道したからか。別ルートで来たんだ。あれ、7番街スラムへ抜けるゲート。閉まってるな。開くのか？ねえ、少し座って話さない？いや、そんな時間は。クラウド、こっち。早く。昔ここでお花を売ったことあるんだ。そうか。クラウドってクラスファーストだったんだよね。ああ、そっか。それがどうかしたのか？うん、同じだと思って。同じ？誰と？初めて好きになった人。名前は多分知ってる。綺麗。え？瞳。ああ、魔光を浴びた者の瞳。ソルジャーの証だ。うん、知ってる。ごめんね、こんな話。もう行こっか。前見なくちゃね。名前言ったんだ。口の動きが完全に。でも聞こえてないんだ、クラウドには。こっちはなんだ？あ、宝箱。いやー、その名前がちゃんと聞こえていればまだなんかこの後の話が変わってくるかもしんないけど、この時のクラウドには聞こえていないと。ここ、うん、ちょっと待ってて。見て、隠し通路、7番街スラムまでつながってるの。じゃあどうぞ。帰りは大丈夫なのか？大丈夫じゃないって言ったら？家まで送ろう。それって変じゃない？大丈夫。実はもっと安全な近道があったりして。このまんま先に進むともう以前の場所には戻れないが。それじゃあもう行く？ OK。 ああ。あ、 해요. 디포. 클라우드. よかった。 無事だったんだ。どうなってる？事情は後で説明するね。私これからコルネオのところに行くから、クラウドはアジトに戻ってバレットたちと合流して。でもこっちは大丈夫。私の蹴り見たでしょ。分かった。はいよよ。ダメ、ティファが最優先。ティファはその辺りの男よりずっと強い。コルネオはヘビみたいな男。どんなに強い女の子でもじわじわと締め付けて心をポキンと折っちゃうの。ティファが言ったのはそんな人と大勢の手下がいる場所ね。クラウド、大切な人でしょ。助けてあげなくちゃ。急いで追いかけよう。またエアリスがパーティー入りした。そっか、この時にティファーに一回話しかけてバレットと合流するように言われるけど、エアリスに押されてウォールマーケットに行きますと、そういう展開になるんだ。一瞬もうこのまま帰ると思った、7番街に。中堅スタンプミッドガルブルースアキラってことはだよ、ウォールマーケットに入るってことはだよ、クラウドがついにあれする。クラウドあ止まってる。いらっしゃい。チョコボかい？そのチョコボ車に乗ってた子、どこ行ったか知らない？ああ？客じゃないなら帰ってくれ。こっちも暇じゃないんでね。俺たちも暇じゃない。なんだ？やんのか？何騒いでやがる？なんだ？見ねえ顔だな。そのチョコボ車に乗ってた子、探してるんだけど。ん？探してどうするつもりだ。もちろん助ける。その子がタイプなんだって。だから兄ちゃんも好きだね。といっても結構連れてきたからな。どの子だ？特徴は？特徴？え、一番下行ったってな、わからない。真ん中行っても多分わからない。上行っても多分わからない一番上かな。スタイルがいい。スタイルか。もしかしてティファちゃんか。そうだ。ふん、兄ちゃんも打ち抜かれちまった口か。でも残念だったな、あの子は当分出てこれねえよ。どういうことだ？あの子は特別よ。コルネオさんの屋敷に入ってオーディションを受けることになってる。オーディションって？コルネオさんが嫁を選ぶオーディションさ。ティファちゃんはコルネオさんの好みにドンピシャ。長年代理人をやってきた俺が言うんだから間違いないね。だから当分は屋敷から出られないってわけだ。もしかしたら一生出られないかもな。ドン・コルネオの居場所を知らないか？おい、なんだ、やっぱり面倒を起こそうって腹か。起こすなら勝手にやってくれ。俺を巻き込むな。帰れ帰れ。ああ、行っちゃった、うん、とにかく街の中探してみよう。情報はいただけた。じゃあ早速入っちゃうか、ウォールマーケット。